こんにちはカナ在住ですフロリダ州知事、知事例発令、ワクチンパスポート禁止ということでお話をしていきたいと思います。 はい。えっ、ー、と、では最初にまたこまごました話をいくつか入れていきたいと思うんですが、一つ目、えっ、ー、と、ピート・ブティチェッジ、えー、運輸長官ですね。えっ、ー、とですね、あの、エコやってますアピールの嘘がバレちゃいましたということで、えっ、ー、と、これわかりますかねこれがあの、ブティチェッジ運輸長官なんですが、えっ、ー、と、自転車に乗ってます。で、ここに車ありますよね。これ何の場面かと言いますと、あの、目的地付近、昨日なんかホワイトハウスで、えっ、ー、と、閣僚会議があったようなんですね。で、そこで、 えー、そこに向かう途中、駐車場、近くの駐車場に立ち寄って、 で、車から降りて、自転車降ろして、自転車に乗り換えて、で、SP にも自転車に乗ってもらって、で、えー、っとホワイトハウスに向かうと。で、そうするとホワイトハウスで待機し,していた記者たちからすると、お、自転車でやってきている。なんてエコなことをしてるんだ。みたいな感じのアピールができるわけだったんですよね。ただ残念ながら、この降りているところ、乗り換えているところをがっつり取られてしまいまして、それが今拡散されているという状態です。はい。まあやっぱり嘘はダメだねっていう感じですね。はい。 で、まあ、これが本当にもうね、もうバカじゃないのかっていう話なのかですね。えー、で、この、自転車に乗り換えました。じゃあ、せめてこの駐車場にこの車置いてくんだったら話は別なんですね。えー、ただですね、その車も一緒についてくるっていう感じだったので、もうね、意味不明なんですよ。本当に何がしたいのかねっていう感じなので、えっ、ー、と、まあ、本当にね、もう一回言いますけど、嘘ってダメだねというような感じがしますね。はい。 では、えー、続いて、えー、ド変態息子さんに関することですね。えー、なんかね、日曜日にインタビューが公開されるということで、でその中身が一部公開されていまして、えー、となんか、パソコンは自分のものの可能性が高いというふうに、えー、もう認めてるんですね、まああの。可能性が高いって言っておき、言ってますけど、まあ100、100%お前のだろうっていう話なんですよね。はい、で、その中で、えー、となんかね、このパソコンの中からいろんなものが出てきましたよね。 でそもそもそのパソコン、どのような経路を伝って自分の元から離れたかというと、なんか私から盗まれたと。で、その盗まれたパソコンにロシアがハッキングして、なんか情報をゲットしたんだみたいなことをなんだかんだ言ってるんですが、まあ、とりあえずね、なんか、あのねこの民主党さん大好きなロシア、なんでもかんでもロシアになすりつけてるわけなんですがえ、そのロシアに責任をなすりつけようとしているんですけれども、えパソコンが自分のものってことを認めてるわけなんですよね。 で、これも、つまり、メールは本物と認めていることになるかなというふうに思うので、その中から出てきたメールがやっぱり問題なんですよね。あの、なんかいろんな画像も中に入ってたっていう話なんですが、あれ一部はね、あの、加工されているものが含まれてる、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、偽物が何らかに突っ込まれている可能性があるということで、画像の方に関しては正直あんまりね、信憑性はあるかないかって言われたら何とも言えないかなっていうのが正直な僕の立場なんですね。はい。ただ、メールに関しては、えっ、ー、と、名前忘れちゃったな。 もともとこの変態息子と一緒に仕事してた人、えー、とトニー・ボブリンスキーさんかトニー・ボブリンスキーさんが、えー、と1回表舞台に出てきたところもありましたのでこメールに関しては基本的に本物かなっていう風に思ってるんですねそういう風にあ,のあれが本物だっていう風にもう裏付ける人が出てきてるわけですからねはい、まあ、なので今回のインタビューがまあどういうものになるのかよく分かんないんですが、えーとまあ、どんな話なのか日曜日になるので明後日ですね、えー、ちょっと楽しみにしておきたいなという風に思いますはい では続いて国境付近の山上に関してですね、えー、昨日新たな動画がまた出てきました、えー。今まで出てきた動画っていうのはですね、基本的には、えー、施設の中の山上を映、えー、しているものでした。今回出てきたのはなんか橋の下で、えー、柵の中に入れられている動画ですね。これはなんかもう完全に屋外です。で、えー、とこの動画いろいろな意見があるようなんですが、やっぱりこれ流出ものなので、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。 その記者がその場にいて、今ここがどんな状況でこんな感じのところで、えー 動画撮りましたっていう話が出てきてないのでまだはっきりしないんですがえっ、ー、と意見2つあるようなんですね1つはもう施設が人で溢れてるからもう外に、えー、いらざるを得ない人が出てきてるっていう解釈もあるようなんですねただこれはねちょっと飛躍しすぎてるかなって思っててえっ、ー、とこれ単純にあの位相待ちをしているだけなんじゃないのかなっていうのが僕の正直な意見なんですねはい。まあ、ただですねたとえ位相待ちをしているとしてでもですねまあ明らかに劣悪な環境なんですねうんなのでちょっとねまあ、どっちにしろこれダ なななんじゃいいいののっていうのは変わらないです、はい、で一番気になるのがもう国境これもう日に日におかしな方向性に向かってってるんですよね。で未だにですねあの自称副大統領様って何にもしてないんですよね。あの南部国境責任者っていう風にもう1週間以上前に時事に指名されたんですよ。にもかかわらず未だに会見はしないわ直接現地にも行かないわでまあめちゃくちゃですよね。まあ、これれがが政権ののポリシーなのかもしれませんが うん、本当に君は責任者なのかねっていう風に言いたくなってしまいますよね。はい。まあ、あの、本当にね、えっ、ー、と、なんだろう。<laughs> もう、手に負えない状態になってると思いますので、もう、いい加減にした方がいいんじゃないのっていう風に、もう、それぐらいしかもう言葉出てこないんですが、思っちゃいますよね。はい。 では、えっと、昨日の動画の続きです。ジョージア州選挙改革法の続報ですね。えー、っと、ジョージア州をボイコットする動きがありますよっていう話を昨日の1本目の動画、2本目の動画でしました。で、2本目の動画でね、あの、MLB、メジャーリーグですね、野球が、 えっと、オールスターゲームを開催する予定の場所がアトランタ、ジョージア州のアトランタなんですが、それを変更する予定であるというような話を出したんですよね。で、それをインタビューで聞かれた知事が、おそれはぜひやるべきだみたいな感じで後押ししちゃって、もうおかげさまでスポーツ界にも政治の話がゴリゴリに入ってきてしまっているという現状なんですよね。 はい、で、えー、っと今日ですね、MLB から正式にアナウンスメントが出まして、えー、MLB はオールスターゲームの開催地、そしてドラフト会議をアトランタから移動するということを決定したということなんですね。まあ、理由としては、メジャーリーグは投票する権利を尊重し、投票はこの制限に反対するというふうに言っているので、まあ、本当にゴリゴリね、政治的な理由で、えー、今回出ていくということになるんですよね。うん、まあ、なんか本当に悲しいですよね、こういうことになってきてしまうとね。 うんっていう感じですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、変更先はまだ決まっていないっていうことなんですが、まあ、どうせブルーステートでやるんじゃないのかなっていうような感じがしますよね。カリフォルニアとかね。うん、なんかその辺のどっかでやるんじゃないのっていうような感じがしてきますね。カリフォルニアってこういう、あれ、ありますかメジャーリーグのチームってありますっけあんまり記憶にないですけど、はい。まあ、あの、とりあえずどっかメジャーリーグのチームがあるところに移動するんじゃないのかなというふうに思いますね。はい。 で、あとは本当に単純に疑問なんですけど、このギャー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 騒いでる人たちってちゃんとあの SB202 ですね。あのその本当に変わった法案の方を見てるんかねっていう疑問がありますよね。 うん、あの実はですね、このアトランタの地元紙のですね、なだっけなアトランタジャーナルなんたらみたいな、えー、新聞紙があるんですが、なんか左寄りというか、局左みたいな感じの扱いを受けているようなんですが、そこがですね、思いっきり誤報を流したんですね、そのジョージア州の選挙改革法がかなり悪いものだと、えー、かなり、えー、と投票権を制限するものになるんだみたいなことを一回出して、で、えーと、数日後にですね訂正記事を出したっていうような感じになってるんですね。うん、なののであの人たちちも結局ちゃんとこの法案 読まずにえっ、ー、となんか雰囲気で話をニュースを出してでえっ、ー、とそれを読んだ人がまたさらにえー、それを信じ込んで話を広げていくっていうような感じで今、まあ、わけわかんないことになってるのかなというふうに思いますはいまあ、ちゃんと読めば、まあ、別にそこまで問題のことじゃないけどっていうふうに僕は思っちゃいますけどねはい。 また続報がありましたら皆さんにご報告できたらなというふうに思います。はい、では、えー、最後にフロリダ州のロンディサンティス知事の知事例ですねあの。もう動いたんだというふうに僕は正直思っちゃったんですが、えー、ワクチンパスポートを禁止する知事例を出しました。はいえー、フロリダ州内のあらゆる政府機関ビジネスでパスポートを含む接種歴、起用歴確認を禁止するということで、まあ、パスポートを、まあ、もし仮に 実用化しないっていう風になったとしても、ま、まあ、なんか別の何かしらのえ方法でその接種歴に応じてえ入場規制をするとか、そういうことに関してはもう一切禁止するという、えっ、ー、と、知事例ですね。で、あの、この知事例の中で書かれている、うんうんっていうふうに思ったのが、フロリダ州はワクチン接種を希望する全員が受けられるようにしているが、接種は義務ではない。法で義務付けられているものではない。 もう本当にその通りなんですよね。はいもうこれ100%か同意したいので、これちょっと強調した分にえっ、ー、となんだろう、えー、と線引いたりとかしておきましたはいあのディサンティス州知事はですねもうめちゃめちゃワクチン接種をあの受けられるようにですねそのディストリビューションをめちゃめちゃやってるんですよね、うん、ただ、えーと、受けたくないよっていう人に関してはもうその人たちはもうその人の本人の自由で受けなくてもいいよっていうふうにしてるので僕はこの立場は非常に大事で一番バランスのとれているものなんじゃないのかなという風に思いますね。はい 接種記録は個人情報であり共有することを義務付けるべきものではないパスポートは個人の自由を制限し患者のプライバシーを侵害するものになる。 パスポートをイベント参加、レストラン入店、映画館入場などの日常生活に導入することは市民を2つの階級に分けることになる。だから私はこの周知事例を出すということで、えー、今回禁止するという法、えー、周知事例を出しました。はい。で、今現在、州、え、議、ー、会が動いているということで、州議会からこのパスポートを禁止する方が届けば、すぐさまサインするというふうにも声明を発しています。はい。 でまあ、これも本当に実用化を始めたニューヨーク州とは対極の存在だなっていう,ふうに思うのでさあアメリカ国民はどちらについていくのかっていうところがすすごく気になりますね、はい。僕はもうゴリゴリにこれに関しては反対していますので、えー、ディサンティス州知事をです、ね、応援したいなという,ふうに思います。 はい。で、ちなみに、カナダどうなのっていう話もしておきたいと思うんですが、カナダっつうか、これ日本も巻き込まれる話かもしれませんが、えっ、ー、と、今、G7 メンバーで協議中であるということを発表しています。えー、G7 はね、日本、アメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、ドイツ、フランスですね。この7カ国の、えー、保健大臣とか、えー、厚生労働大臣みたいな人たちが、 1一回会議をしてこれに関して話したということで、えー、と渡航書類の1つになりうるかどうかっていうその国を超えてのものになるかどうかを検討中だということは話したということです、はいえー、ただ、この G7 内で、えー、検討期限っていうのは設けていないということなので、まあ、すぐに動くっていうことにはならなさそうだということですね、はいまあ、こんなもん実用化されたら狂った世の中に本当になっちゃったなって思いかねないのでいやめてほしいなっていうふうに思いますね。はい で、えー、っとですね、カナダのヘイデュー保健大臣はですね、接種した人が他人に移す可能性があるかどうかの科学的根拠に乏しいっていうふうに今のところ主張していまして、積極的に導入するつもりであるとはまだ言えないということですね。はい。まあ、とはいえですね、何かしらの、何、えー、て言うんでしょう、研究結果とかが出てきた段階でそれを古代広告して、えー、一気に取り入れる方向に 突き進むっていう可能性も突然あるかもしれないので、えっ、ー、とまあ油断は禁物かなとは思うんですが、現時点ではまだそんな前向きではないというようなことは一応表向きに話しています。はい。まあとりあえず導入したらとんでもないデモ活動になりそうな予感がしますので、まあかなり各国もですね、これに関しては慎重に動かざるを得ないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ただでさえロックダウンでね、もう怒り爆発寸前の人っていうかもう爆発している国もありますので、ここでさらにね、こんなものを導入なんて言ったらもう手をつけられないことになると思いますので、 あんまやらない方がいいんじゃないのっていう風に、えー、素人ながら思いますはい、さあ政治家さんどのような決断を下すのかっていうところですね、えー、まあ、ここから推移を見守りたいと思いますはい、ということで今回の動画は以上にしたいと思います最後はですね、毛玉2つでお別れをしたいと思いますなんかもうね、もこもこですね2匹ともね <laughs> はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました失礼いたします